韓国の子どもたちは小学生の頃から学校で反日教育を受けます。この動画では韓国人が反日教育で教えられることとその真偽を解説したいと思います。反日教育その1、韓国人は虐げられた。韓国は日本人の写真を韓国人の写真だと主張し、反日教育に使用しています。この写真は北海道の道路建設現場にて悪質な業者によって虐待された日本人の写真です。しかし、韓国はこれを韓国人被害者の写真だとし、自国の教科書に掲載していました。こちらの写真も韓国人被害者だとされ、ニューヨークでプロパガンダ活動に使用されていました。しかし、これは斉藤浩一氏によって1961年に福岡県で撮影された日本人炭鉱夫の写真でした。実際の韓国人炭鉱夫の写真はこちらです。当時は韓国人労働者のためにアパートや社宅が新築され、むしろ日本人よりも優遇されていたこともあったようです。反日教育その2。日本人がハングル文字を奪った。日本統治下の公立学校ではハングル文字が教えられていました。なので、一方的にハングルを奪ったとは言い切れないのです。後に公立学校でのハングル教育は廃止されましたが、1941年まで30年もの間、ハングル教育を行っていました。反日教育その3。日本人に米を奪われて飢餓に陥った。日本は米を奪ったのではなく、お金を払って米を輸入していました。朝鮮総督府の資料を見ると、韓国の当時の貿易輸出額と輸入額が記載されています。また、韓国が不作の時期には、逆に日本から韓国へ大量の米を輸出していました。反日教育その4。日本は韓国を侵略した。日韓併合前の韓国は何度も併合を日本に請願していました。ただ、韓国を併合しても日本にはメリットがないため、当初日本はこれを断っていたんですね。しかし、ロシアの脅威もあり、最終的には日本と韓国の利害が一致して併合に至りました。韓国は日韓併合が違法だと主張していますが、日韓併合はアメリカやイギリス、ドイツをはじめ23カ国に承認されており、国際的に見ても違法ではありません。反日教育その後、韓国人は強制労働を強いられた。1939年に制定された国家総動員法の下、日本人は国から召集されて働いていました。これは戦時下の特別法で、国民が一丸となって国のために働くという法律です。韓国も当時は日本の一部だったので、1944年9月から1945年8月の11ヶ月間に、韓国人も日本人と同じように召集されました。日給は出来高制で、条件は日本人と同じであり、違法なものではありません。出来高制なので、日本人より稼ぐ韓国人もいました。反日教育その6、20万人もの韓国人女性を慰安婦として強制連行した。これは以前の動画でも解説しましたが、慰安婦は奴隷ではなく職業です。実際に当時の慰安婦の募集広告が残っており、慰安婦が職業だったことを示しています。20万人という数字も裏付けがないものです。このように、韓国は国家レベルで偏った反日教育を行っているため、反日感情を持つ韓国人も多いです。例えば、2013年には、日本統治時代は良かった。韓国にとって、日本に統治されたのは幸運なことだった、という発言をした韓国人の90代男性が、韓国人の30代男性から殴り殺される事件が起きています。最近では日韓併合時代の真実を書いた本を出版したイ・ヨンフン教授らが刑事告訴されました。長年にわたる反日教育の影響で
韓国は自由に意見を言うことさえできない国になっているのです。このような国はもはや民主主義国家だとは言えないでしょう。韓国人もまた反日教育の被害者なのです。